こんにちは、横川電機です。この度は弊社のテーマ紹介動画をご覧いただきありがとうございます。テーマの概要とその背景についてお話しさせていただきます。横川は、測る力とつなぐ力で地球の未来に責任を果たすという理念を掲げています。この理念のもと、これまでに培ってきた計測、制御、情報の技術を活用して、人々の暮らしに欠かせない社会インフラや産業を支えてきました。私たちは経済圏の宇宙への拡大を成長の機会と捉えています。そして長年培った計測、制御、情報の分野での強みを生かし、宇宙ビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。地球環境の観点では、気候変動が今世界が一丸となって取り組むべき喫緊の課題となっています。そこで横川は、再生可能エネルギーの導入やエネルギー利用の効率化への貢献を図っています。これにより温室効果ガスの排出と吸収の均衡が保たれて、大気中の濃度が上がらない状態になること、いわゆるネットゼロエミッションズを実現したいと考えます。また、すべての人の豊かな生活を目指すのがウェルビーイングという概念で、身体的、精神的、社会的に良好である状態を指します。横川は、安全で快適なワークプレイス、生命科学、創薬など幅広い分野での人々の健康と豊かな暮らしの実現を目指しています。それでは、会社紹介動画をご覧ください。暮らしや産業の多くの場所で横川が活躍しています。水の安定供給に貢献してきた横川は、水の再生、水資源の有効活用へとソリューションの内容を高度化してきました。人の命と健康を守る医薬の分野では、最先端の研究開発を支援することを通じて、新薬の開発や高品質な製品作りに貢献します。横川はエネルギー産業のお客様とともに、 DX 時代の新たな価値を創造します。数々のエネルギーマネジメントシステムの運用を通じて、持続可能な社会を実現します。横川は、さまざまな素材を手掛けるお客様との競争を通じて、ソリューションを創造し、課題に応えています。バイオマスを活用した先端マテリアルの開発や製造技術の提供にも取り組んでいます。横川は、持続可能な社会を目指す、お客様の価値創造をオプレックスのラインアップをはじめとする多様なソリューションで実現します。設備のライフサイクルを多様な視点から常に見守り、長期安定稼働を支援します。AI やロボットなどの技術を活用して、自動化から自立化への道のりを支援し、社会の変革を先導します。お客様やパートナーとの競争から生まれる世界は、そのままこれからの社会の潮流であるシステム・オブ・システムズにつながっています。横川は、価値ある情報を結びつけ、企業と企業、産業と産業の結束点となって価値を共鳴させていきます。測る力とつなぐ力で地球の未来に責任を果たす。横川は、人と地球が共生する未来のために歩みを続けていきます。横川コーイノベーティングトゥモロー。持続的な地球環境と豊かな人の生活を両立し、未来世代におけるより豊かな社会の実現に貢献するソリューションについて、皆様からの応募をお待ちしております。よろしくお願いいたします。